まもなく勝負の終わりの回帰が発射いたします。黄色い線の内側までお下がりください。ライブバトル。それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1。はあ、やれやれ。8200と互角に出しするなんて、渡るさんの8500すげえや。俺の4051も全権上がりだけど桁違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で五木くんの友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたいで、ほとんど同じ車だから、まあそれよ。そんな時も東急のいとこに誘われて、廃車予定の8500系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね。兄貴はすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新シリーズは GO プリンセスだって。新しい出発にふさわしいタイトルだよね。ほんとやめてくんないかな。聞いてないし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに粘着してもスリー VF では出力を全部使い切れない。短い路線ならこの雨か。慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんに負けないぜ。ゲロ吐くところまでとことんやろうや。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。全 M 編成は全員突然にマッチしてるな。扱いやすいパワーってわけか。それにしても上手くなってやがる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったが、腹くくっていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして所定避難鑑別士免許？違うよ、公衆電気車操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで。そいつ偽者よ。今どこだ。そうか、サンキュー。二子玉川揃って通過したところだ。二人張り付かれてるらしい。簡単には行けねえよな。早いからな。それにしたってこの雨の中で渡るの8500についていくのは未体験のことじゃないぞ。京子の時も思ったが、マスコミ操作が本当にうまい相手だぜ。このバトルもつれるかもしれないな。だけど長引けば長引くと渡るにとっては有利なんだ。レスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主弦動機も乾燥してるな。藤原の2000回と同じコンセプトか。そういや、2000回のからくりを見破ったのもいつだったの。電源と視線でこのコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだ。こいつは厄介かもな。よくついてくる。波のドライバーが組み切れて自滅してるぜ。高出力電動機は濡れた軌道は難しい。敵ならいい音してやがるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ、8500回。
8500体全 M 編成の投範力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。はあ、ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか？そういうことじゃないんだよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味もない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるか。そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いし、めちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからね。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え、プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。よし、だいたいわかった。前の俺なら切れてたかもしれないけど、ここのとこ取り組んでたマスコンワークの特訓が役に立ってる。もう少しの我慢だ。あいつが勝ったからには俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ、超高等技術のマスコンワークだ。いつの間にこんなにうまくなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。出すかよ。並ばれただと。富士ヶ丘でか。あんなところで仕掛けてくるとはな。ああ、勾配では仕掛けず、富士ヶ丘の側線を使ってのコーナリングにかけたんだ。あんな短いのよくやるぜ。加速力でかなわないならコーナリングスピードで勝負ってわけさ。俺はリーダーの指示じゃない。ドライバー自身が状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。一気に勝負をつけるつもりだったが少し届かなかった。あとは終点中央林間でのメイキングショップ。正真正銘のチキンレースだ。全絶後のレートブレーキングを決めてやるぜ。こちら長津だ。差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われても自分ではよく分からない。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですけど、プロっぽいというならプロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもな。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんだな。何かヒントになることはないかと思って。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したな。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていれば自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかも。バトルになれば
凌介さんのために勝ちたいという気持ちもあるけど、一番強い気持ちは同じチームのあの人に負けたくないという気持ちなんだ。来たぞ、完全に釣られてた。あの速度で突っ込む気か。マジかよ、止まれるのかよ。おい、これどうなるんだ。俺に聞かれても。ちょっと電話してみるわ。ああ、何やってんだ、早く結果を教えてくれよ。どうした、何かあったのか。いや、それが。これを見てくれ。ああ、